大相撲秋場所14日目、2024年9月21日両国国技館。優勝がかかった大関戦で、今場所一番の会心の相撲を取った。これで、大野里の大関昇進に異論を挟む余地は、1ミリもなくなった。それどころか、この2日間の大関戦で、すでに二大関を上回る力を身につけていることを証明した。その先にある地位にも、 そう遠くないところまで近づいていると感じさせた。写真、大相撲秋場所14日目、土俵に一礼して引き上げる台の里と盛り上がる場内、撮影、篠原武雄。成長の原動力は、右を差して前に出る形に加え、左からの追っつけを覚えたことだ。横から押すのではなく、下から押し上げるように追っつけることで、相手を自由に動けない状態にしている。それだけではない。 この日の豊昇龍戦のように、諸手付きで押し込み、一気に前に出て勝負を決めることもできる。すでに安定感は幕内随一だ。ただ、だからといって来場所も同じように順調に勝ち星を伸ばせるとは限らない。当然、対戦相手も取り口や癖を研究しついてくる。現状維持では成長は止まる。大関の先を目指すのであれば、回しを取る相撲も身につけた方が良い。 そうすれば、若隆景のような相撲号者に懐にいられても、十分に対応できるはずだ。立ち合いで受けて、右を刺して回しを引きつける相撲ができるようになれば、鬼に金棒だろう。